はい、こんにちは。今回は Ubuntu 23.10 ベータ版の方を触っていきたいと思います。正式なリリース予定は2023年10月12日予定になっています。どこが変わったのか見ていきたいと思います。まずは今回の変更点です。目に見えない部分では Linux カーネル 6.5 採用、そして GNOME 45.0 を採用しています。デスクトップ環境が最新になってますね。そして App Store のデザインが変更されました。こちらの方も見ていきたいと思います。そして最後にタイルアシスタント、これ GNOME 拡張機能ですね。どんな感じになってるか見ていきたいと思います。またその他の変更点や Ubuntu の使い勝手なんかも、まだ Ubuntu 触ったことない方もいらっしゃいますので、そういったのも分かりやすく説明していこうと思います。まず今年の8月に実施されていたマンティックミノタウルスの壁紙コンペ、こちらの作品がちゃんとですね登録されていました。当たり前といえば当たり前かもしれませんが、まあなんかいいですね。ちょっとここからは見づらいので画面キャプチャーで映します。こちら Ubuntu の標準機能についています。画面キャプチャーがついてるって便利ですね。なんかスマホっぽいですね。そうですね、 GNOME デスクトップ環境でかなりスマホっぽい機能になっています。当然ですが今回の壁紙はこんな感じのミノタウルスのデザインの壁紙が多いです。もちろんミノタウルスだけじゃなくて風景の壁紙もあります。こちらは幾何学模様のデザインですね。今までの Ubuntu の壁紙らしい壁紙になっています。こちらの壁紙、なんとですね日本人の方がデザインした壁紙になります。タイトルは天の川、再びミノタウルスのデザインです。なんか哀愁漂ってますね。こちらもコンペでミノタウルスみたいなんですけども、どっちかって言ったらドラゴンっぽいです。この壁紙もミノタウルスではなくてバッファローって感じです。こちらはドット絵のミノタウロス。個人的にはこちらが一番好みです。次に App Store について見ていきます。やはり見づらいのでここからは画面キャプチャーです。まず縦にですね、ずらっとデビアンパッケージが並んでいます。次にスナップパッケージがずらっと並んでいます。このスナップパッケージ、よくわからない方もいるかと思いますが、簡単に言いますと、Ubuntu とか Fedora とか専用のディストリビューションのパッケージではなくて、いろんなディストリビューションに使える、汎用性の高いパッケージと考えてください。環境も合わせてパッキングしているため、どの Linux ディストリビューションでも動くようになっています。その分ですね、容量が多いのがデメリットですね。こちらの App Store、関連するパッケージ順、アルファベット順などにソートができます。続いて NeoFetch コマンドで Ubuntu 23.10 の詳細を確認してみます。ちなみに NeoFetch コマンドは初期状態ではインストールされていませんので sudo apt install NeoFetch、 こちらの方でインストールしてみてください。Linux カーネルは 6.5、 GNOME デスクトップ環境は 45.0 を採用しています。今回の新機能とは異なりますが GNOME 45.0 の操作や起動の方をざっと見てみます。設定画面でライトテーマとダークテーマの切り替え、アクセントカラーの変更、ドックを自動的に隠す機能、これは Ubuntu の左側にある Ubuntu ドックって言われているものの表示非表示ですね。切り替えることでウィンドウを最大化するとドックが隠れるようになります。設定を元に戻すと、ウィンドウを最大化しても、ドックは常に表示状態になります。パネルモードをオフにすると、ドックが引き伸ばされなくなります。マルチタスクの項目では、イラストでわかりやすく解説されていますね。このような親切な設計は、好感が持てますね。さすがは Ubuntu、他社への思いやりを名前に持つ OS です。マウスやタッチパッドのスクロールの方向も分かりやすく解説されています。
イラストをマウスオーバーすることでアニメーションするのも良いですね。タスクバーの右上をクリックすることで表示されるメニューで、ライトモードとダークモードの切り替えができます。アプリはインストール直後の初期状態だととても少ないです。ですので必要に応じてアプリをインストールしてください。オフィスソフトなんかも入っていませんので、LibreOffice なんかも入れたらいいかと思います。で、今まで LibreOffice って入ってたような気がするんですけど、一応インストールの流れも見ていきたいと思います。まあ、いつも通りなんですけれども、まずはですね、使用するか、インストールするかの選択です。そして、キーボードレイアウトの選択。標準的なインストールか、拡張を選択。インストール方法を選択。確認画面の後に、タイムゾーンの選択。アカウントとパスワードの入力。ライトテーマとダークテーマの選択。そして、インストールが開始されます。正直大きな変更点は見当たりませんでした。それと GNOME 拡張機能のタイルアシスタントが含まれるようになったらしいんですけれども、自分は確認できなかったですね。App Store の方は新しくなりましたが、そこまでのインパクトはありません。壁紙は一般のコンペで選ばれたものなので、オリジナリティがあって見ていて楽しいですね。日本人の方がデザインした壁紙も採用されてましたね。天の川っていう壁紙です。次のコンペにはもっと多くの日本人の方が参加すればいいなっていうふうに思いました。正直乗り換える必要はないかと思います。理由は今回のアップデートにそこまで大きな変更がないこと。そして今回のバージョンのサポート期限が9ヶ月であること。次期バージョン 24.04 が長期サポート版、LTS 版であるということ。ですので、常に新しい機能を試したい方以外は、今回は見送りで良いかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は Ubuntu 23.10、ベータ版の方を触っていきました。正直先ほども述べたんですけれども、大きな変更点っていうのはなかったですね。まあ、GNOME の最新版を試したい方はいいかもしれませんが、サポート期間には注意してください。はい、こんな感じで自分のチャンネルでは Linux に関する情報を中心に発信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。